ああ、帰ってきましたよ。じゃあやっていきましょうか。つうか、なんだ、ここまで来るためにね、ものすごいね、苦労したんですよ。なんだ、もうめちゃくちゃ遠い道のりを通ってきたんで、もうね、レベルがね、結構上がっちゃったんですよ。てか、敵にも遭遇しまくったんだけど、なんかさ、もう、なんか前回多分12とか13とかそんぐらいあったんだけど、なんか、敵がさ、逃がしてくんねえからさ、結局戦うしかないんだよ。戦うしかないからずっと戦ってはもう戦ってはぶっ倒し、戦ってはぶっ倒し繰り返したらもうなんかね、気がするもうレベル上がっちゃったから、これですね、街に戻る竜の翼、これちょっと5個ぐらい買っとくか。じゃこれを買っとくとね、他の街に自由に行けるんですよ。でちょっと私はね、もうね、他の街にもこれでスパッとね、行こうと考えておるんです。使えるかな、こっちで、こう街の中で。だから、試してみましょう。竜の翼、はい、今、地に戻る。ちょっと待って、違うの。嘘だろ。俺の壮大な勘違いだったってことにしてこい。じゃあ、俺も自力で頑張って戻るからさ、あの町の、さっきの町まで、一番最初の町までさ。よっしゃー、ほら、もうめちゃくちゃ、あの右のさ、体力、なんだ、海を越えてしまうから、俺はもう、ね、頑張って戻ってきたもん、こっちまで。あの変だった、最初の、一番最初のダンジョンを越えてな。はい。こんにちは。次どこで倒してくれたか、今からしたいの。もう検査表出そう。1万ポールじゃん。もちろんですと。はい、やったね、素晴らしい。1万とか大金だぞ。もうそれとババジャルドラがぜひ話したいことがあるじゃん。じゃあ後でちょっと行ってみるか、そのババジャルってやつのところに行こうが。まあちょっとね、そこちょっと私はね、ちょっと寄りたいところがあるんですよ。まずここに行こうと思います。ちょっと私はね、メンバー買いをしたいと思ってるんですよ。ちょっとね、悪いけどね、そう悪いけど、ちょっと気分転換ね。はい、まあパーティーは誰に、まあ、ちょっとね、リンダさん、さよなら。結構ストーリーに、なんか積極的にかかってきてくるから、すごくちょっと、ごめんなさいね、バブさんも、リンダさんもごめんね。もうごめんなさいね。で、ちょっと誰にしようか、ちょっとまだ完全には決めたかった。一人はこの人。この壺の人と。誰にしようかな、もう一人。まったね、誰がいいかな、キララ。これで行こうと思います。まあちょっとね、悪いけどね、あいつらには悪いけど、今まで頑張ったけどさ、他人を傷つけなきゃいけないです。はい、ごめんなさいね、君の心ズタボロしちゃって。知ってるよ、大丈夫か、お前は。いいんだよ、そんなことは。まあちょっと俺も愛着湧いてきたんだけどさ。ただまあ、なんだろう、他のやつらも使った方がまあ気分的にいいんじゃないかなと思って。まあだからあれだけど、ガルを外さなきゃ、どう考えても外さなきゃね。まあさっきのじゃあそのブリッジターン、この右下の町なんで、こっから右下に位置する町なんだけど、そこに行く前にちょっと一番最初のチクリ村に行こうと思います。ちょっとした用事があるんで。ほら、戻ってきたぜ。じゃあ次はね、ここに何にしに来たのかっていうと、ちょっとまあまずね、まずこの水を飲みに来たっていうのと、はい、体力止まれば回復した。まあ、ちょっと挨拶に来たんだな。はい。この村を襲ったのはどこからじゃなかったんですか。何？どこから倒すの？すごいですね。すごいだろ。まあお前ぶっ倒れてるけどな、あの時な。これかな？スタンプカードを見つけた。7カ所になった。はい。まあ、このスタンプカードを取りたかったんですね。まあ、これがちょっとメインの。これがメインの俺の目的だったんで。ちょっとここに来たら、そう、この人目覚めてるんですよね、この人たち。まあ、話変えてもいいんだけど。あの隕石の化け物、あれはシルドラムのものではありません。で、まあ、意味深な発言を残してくれるんで、ね。はい。はい。みんな一体どうしてもいいでしょう。ずっと東に中心都市があるんだよ。じゃあまず次ちょっとブリッジタウンに戻ってまいりましたよということで、まあこのブリッジタウンに行こうと思います。まあ本当はね、これ行かなくてもいいんですよ。もう行かなくても先にどんどん進んじゃってもいいんだけど、まあとりあえずちゃんと話をきちんと一個一個からつけっていうか、まあ整理しながら行くっていうことを目標にしながら行くんで、まあとりあえずなんちゃざっとに行きましょうね。とかどこだっけ、どこだ
ちょっと忘れてたけどね、俺はもうどこ行ったらいいかわかんないけど、まあ、しょうがねえ、もうこれはもうね、まあこれで、まあ、デスティングだからしょうがねえ。はい。こいつかな、あれはどうだった。もう、ブルントムが、あんたに良さがありましたな。シェルドラドには火の飼い主が持つことで、真の力を出す伝説の剣があるそうじゃ。この剣は輸出と共に現れ、輸出と共に消える、不思議な剣だそうじゃ。伝説の剣を手に入れ、一刻も早くオラの弾を封印してくだされ。伝説の剣があると、まあ、そういうちょっと噂というか、まあ、情報を手に入れたんで、まあ、これもじゃあちょっと心の片隅の中にきちんとぬくもりを抱きながらしまっていけば、みんな平和な世の中が気づけて、この海の流れのように。ただいま6月の30日、6月29日かな、わかんない、ちょっとどっちかわかんない、日本時間は。まあ今こっちはまあ昼間なんだけどね、もうね、暑くてもう上半身が裸で過ごしても暑いくらい。ブリスタンから来たんですけど、一回したんですよ。動画開こうかと思ったんです。ここにはない。素晴らしい品物を揃える。はいはい。一軒建て直して、あとこの新しく名前つけて考えておくれよ。名前考えてくれ。いやです。俺が考えるかな。ああ、ふざけんじゃねえんだよ。ポケポケンタル、なんいらんねえすね。くっそ、みたいな。ゲビゲビっすね。カビだらけみたいな、なんかすげえ。無理無理の街、いや。ムラムラ。スズラン通り、やっぱスズラン通り、ちょっといいかもしんないね。いや、でもいいでしょ。待ったら俺の頭じゃ思いつかない。あんたの名前、カメラ、まだあんのか、お前そのバリエーション。売ってしてや。グリーンターンも普通だね。いや、いいよ。分かったよ、マジ。どこなんですか、名前なんて違うんだよ。普通にオーランでいいでしょ。俺、元々の名前オーランなんだけど。いや、臨場に他になんかいい名前あるから、つって、いいよ、ここまで。なかなかいい名前じゃない。いや、元々名前ですからね、ちゃんと。はいね。あ、よかった。もう変な。絡まれなくなったね。改めてニューメンバーと一緒にじゃあ新しい冒険を始めていきましょうということでね、行きましょう。まあ、ちょっと時間かかっちゃった。まあちょっといろいろ寄り道しまくったんで時間かかったけど、まあ、まずまあこの街にもちょっと探索してなかったところがあるんで、まあちょっとどけや。お前、ここ、よし、どけ。ここでね、痛い、やめて、ちょっと働け。イライラしていらっしゃいます。本当だよ、何やってんのってる。おい、ちょっとやめなさい。このまま自転車としてるぞ。ふざけるな。このまま俺が死ぬ。こき使ってやるぜ。ふざけんなバカ野郎な。5000パールだしな。はい。出しましょう。ダメだ、この大金出すなんて。体験出すなんて。あ、それはそれだ。あとは順位しな。そう、この人はあの、串浦さんなんですよ。以前お会いしたね。ありがとう。私嬉しい。はいはい。別の性格が来たしたら私と同じく一人ぼっちなんですよ。いいえ、私は仲間がいますよ。やっぱそうですよ、そう。よー、仲間になればいいんじゃないかい。まずどっから会いましょう。まあ、どっから会いましょうという感じでね。普通にね、一緒に行けばいいのにね。あんた見たら大変思いして見たことないよ。そうだろ、素晴らしいだろ。優しくするってのは大事なことだと思うんですよね。まあ、それも適度に、適度っていうか、まあ、それも状況によりけりだけどね。まあ、たまには冷たくするってのも大事だと思いますよ。ちょっと助けることが一緒にあったけどね、まあ、金をなんか3万パールぐらいくれるんだったらちょっと考えたけど、まあいいですよ。なんでもないっすよ。はい、ブビア。じゃあちょっと新しい。切り裂きのこれ買っとくか。はい、じゃあこれも買っとこう。まあ、懸賞金もらったからね、ガンガンお金を使っても全然問題ないんで。で、防具がないから、防具はちょっとあの、もう一つのマグの方でちょっと行ってみよう。来ましたよということでね。さてね、こいつかな。ブギアです。はい。こんなブギアですか。どうも言ったら先持ってやな。白のローブを手に入れるラージシールド。はい。はい。タコツボいいね。はい。で、あとなんかあるかな。これは。はい。同じだね。あ、ダイヤのせい。これ買っとくかじゃ。はい。はいはい。ないです。スタンプラリー、これ途中で、あ、言ったっけ、スタンプラリーこれ集めると、まあ、いろいろもらえるんですよ。まあ、いろいろっていうか、なんとか、まあ、とりあえず景品がもらえて、まあ、素晴らしいことになりますよということで、まあ、そうです。
変えていこうか。はい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 、結構上がってるね。レベル1のままなんで、こっからはちょっとバトルもやっていこうかなと思います。いや、まあその前にやられちゃうかもしれない。先にまあ他のちょっといいか、じゃあ出ようか、出ましょうか。でこっからね、西に行きます。西に行かせていただきます。あ、しまった。まあいいや。さあ、後で。まあその西のイベント終わらせてから。ドワーミスった。じゃあやろうか。まあ、初バトルということで、まあ、このメンバーでの。バブのグラはちょっと強かったから、まあちょっとね、惜しいと思ったんだけど、まあ、しょうがないね。いや、この人、この人で魔法使えるんですよ。で、このポットに関しては、なんだろう、召喚魔法が使えるんだ。俺、ポット全然使ったことないから、まあ、どういう感じで。効果が得られるのかわかんないんだけどさ、まあ、やってみようかとりあえず。危ないね、これちょっと攻撃されたらやばいからね。ドアー、おおかっこいいね。これ赤い俺2 とか相性が悪いかな。見た目すごいかっこよかった。ちょっと待てや、お前らちょっと待てや。どうしようかな。じゃあちょっと攻撃してる。とりあえずやろう。倒せ。もうスピやんなくていいから、長くなっちゃうから、バトルが。やめましょうね、そういうことするの。マジか、ふざけんな。やってくれんな。ポン。2! えい、せいや。よし、できる。おお、めっちゃ硬いな。ポット硬いぞ、さすがツボのだけや。16やるね。会心の一撃だ。とりあえずやってほしい。いいぞ。はい。あ、危ない。これで、ちょうどいいね。大量の経験値もらえるんじゃないか。はい。はい。ドン。ああ、やっと来たね。これと、おお、レベル5、昨日あったね。スノーマン。ガンガンレベル上がりましたね。次は誰かな。さあ、カット。はいはい。レベル7上がった。ホスピを覚えた。ガンガンレベル7。フィボルグってなんだ。また新しい召喚魔法かね。やっぱ最初はね、ガンガンレベル上がるから、もうこれ気持ちいいですよね、これさ。レベル低い、低いと、低い、レベルが低い仲間なんかもうすごいところに連れてきて、なんかガンガンレベル上げるとすごいなんかさっぱりして、めっちゃ気持ちいい。よし。ガロン上がったね。8。あ、そう、新技使ってないね。新技、まあ、ガンガン、まあ、そのうち、まっすぐに見られると思うんで、まあ、そんな感じでな。一旦でもレベル上げした方がいいかな。まあ、ちょっとこの後にね、レベル上げの素晴らしいスポットがあるんですよ。でもそこでちょっとざっと上げた方がいいかもしれないね。結構今、この時点結構レベル低いからな。ここだったかな。あ、よし。スタンカードを見つけた。素晴らしい。で、ここでドーム屋でちょっと後々のために、買っとかなければならないものを、巻きエースをちょっと買っといてくれや。そうすれば、まあ、絶対役に立つからな。間違いなく言い切れるから。はいはい。なんかあったかな。特にはなんかなかったかな。まあ、ここはもうこの人魚たちが生息してる、まあ、神殿ってか、まあ、村っていうか、まあ、そういう感じなんで。はいはい。シェルランカーにそれぞれこの岩をどかしたんだけど、どうにもできないと。うん、なるほど。なんだこのクラゲみたいな物体は。クラゲのランプ、俺も欲しいな。くれよ。10円ぐらいでさ。道具屋かな。道具屋。トラザメの剣。ここよりも低いね。高い割には。ここなんかあるか。絹のローブ。大ビートの癖特になし。話進めるか。じゃあ何分やってんだろう。ちょっと一旦切ろうかな。じゃあいいや、ちょっと話しかけてから。もしは水の川を探したのでは。はいはい、ギールさん。水の川が流れ着いた。ほう、大切なのを貸しておきました。お待ちください。これを持ってきます。水の川が手に入るだと。よし、責任逃れのためにこれを渡すと。何事じゃ。
もう変なやつが、変なやつが。ああ、かわいいね。みんなどっか行っちゃったよ。旋回転しか済まないぞ。マウス姿がババロガンバ。いや、我々任せなくてもいいんじゃないか。もう、ここの選手、助けてあげようぜ。追われてる。かわいそうにジャンプしたぞ魚が。もうかわいいな。沈まれ、この街が許さんぞ。あらら。パックンチョされたな。さよなら。あなたの勇姿の勇姿は忘れないよ。なんという悲しいことでしょう。じゃあ何があるのか、What's next find out?